明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まあ、これから、はい、まあ、待ちに待った入寮なんですけども、どうですか、率直な感想としてワクワクなのか、それともドキドキなのかとか。まあ、結構楽しみにしていたので、まあ、これから頑張っていかないといけないなっていう、まあ、気が引き締まる感じがしますね。いつこっちに来られたんですか。昨日です。昨日ですか。はい、なんか家族で最初に話しました、今日のことについて、いよいよ明日だなみたいなっていう会話って。まあ、お父さんの方からもうしっかり振って、誰よりも振らないかんぞっていうふうに、バット振らないかんぞっていうふうに言われたんで、気を抜くっていうのは絶対できないと思うんで、やっぱり厳しい世界でしっかり戦うために準備をしろっていうふうに言われました。ちなみにお母さんからは何か言われたことってありますか。お母さんはとにかく頑張るよっていうふうに言われて、まあ、結構寂しそうな感じだったんで、はい、まあ僕も寂しいですし、お父さんお母さんも寂しいと思うんですけど、まあ、しっかりと活躍した姿を見せて、まあ、恩返しして、まあ、楽にさせてあげたいなという気持ちがあります。ありがとうございます。これは大学の時から、あの試合の時持っていくようにしてたんですけど、あの地元の阿蘇神社で、あのにある、あの、まあ、しょうもない服っていう、まあ、多分笑う門に服着たるっていう意味のお札で、これをもうずっと、なんだろうな、大事にやってきたので、今年も去年のやつはきちんと奉納して、また新しいものを持ってきました。これ結構弾いたりするんですか。そうですね、もう僕はリフレッシュの時はギターを弾くようになります。何歳ぐらいから。中学1年生ぐらいの時から、はい、あの弾き語りを練習しながらやってました。ちなみにそのお箱みたいってありますか。あの畑元博さんの今までの約束が、まあ、お箱みたいな感じです。ぜひあのちょっと腰掛けながらちょっと かっこいい。ありがとうございます。お願いします。お願いします。失礼します。はい、浅野翔吾の浅野翔吾です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、寮は今入ってきたけど、はい、あのここで全部あので自分の鍵を持ってこれ、友達がドラ1のお祝いって言ってくれました。よいご、ちょっとちっちゃいですけど、可愛いですか。めっちゃめっちゃ可愛いですね。これいつから使ってるんですか。これも行く前にくれました。じゃ普段は抱き枕は使ってないんですか。あ、普段はあれです、ストレッチボールで抱いて寝てましたこれ映るんですか。恥ずかしい、恥ずかしい。普通に撮ってる。普通じゃ、じゃあ最初何もなかったポーズ。はい、行きます。はい、行きます。はい、じゃあちょっとこっち。はい、OK。 しっかりレギュラー定着できるように少しずつ体も作って、プロの球にも慣れて頑張っていきたいなというふうに思います。
ありがとうございました。ありがとうございます。テレビ代表は以上になります。持ってきたものを教えてください。はい、ありがとうございます。ヒゲ剃りを持ってきました。それはどうしてヒゲ剃りを持ってきました？まだ18歳なんですけど、ヒゲが濃いのでこれを持って歩いて、取材のある時はしっかり剃ってから、取材を受けたいなっていうふうに思って買いました。ちなみに今は取材中ですけど、さ今ちょっと濃いんですけど、さっき剃ってきました。ちょっとニコッと笑顔で、ハミする感じでニコッと笑顔で、いただきます。はい、まだ硬いよ、硬いよ。